森三中です。今回はエプロンの続きということで、前回まではね大島さんの、持ってきた布でエプロンを作りましょうということで、これです。 T シャツにちょっと下が足りないということで布をつけて縫い合わせて、あとは後ろのなんかこう止めるところをつければもういいんじゃないかみたいな感じのところまで来てたんですけど、はい、大島さんがちょっとやっぱり作り直したいっていう。ペロペロだ、すいません、ここまで作っておいて、やっぱりこのペロペロすぎておっぱいが出るっていうのがすごく嫌で、だから T シャツこういう風にするタイプだから、ペタってなるのが嫌なんだね。そうなんです。だからあーって思ってたんですけど、ちょっとまとわりつくもんねこれ。そうなんです、 T シャツだから。だからちょっともう一回やっぱりちゃんと布を選んで持ってきてみんなで作りたいなと思ったんですけども、いかがでしょう。ということで、はい、今回布を買ってきました。買ってきました。それぞれこの布で作ろうじゃないかっていうのはね、はい、皆さんは、私ね、実は布じゃなくて家にあるこのシャツとか、あら、着てないシャツを、その背中側が結構布取れるから、これでもいいかなと思って、形に、ね、そうそうそう、だから結構しっかりしてるし、まだ綺麗だから、ね、こういう感じでもいいかな。まあ青もあるんだけど、でもシャツなんだけど、シャツってなんかちょうどいいかなと思って、厚みが、この布いいね。そうそう、いい、しっかりしてる。まああとポケットにこういう布を使ってもいいし、ああ可愛いね。持ってきました。あとノーサの布こっちにもあるしね。あ、そうなんだよね。そうだよ、ほら、こういう布もあった。あ、そうだね。私この黄色いフルーツに、なんかポケットもこれだけつけてもいいしね。可愛い可愛い。いいね。切ってもいいもんね。型紙こんなすんのって思ったから、ちょっと100円ショップで200円で売ってた防水エプロンがすごく良かったから、形が、そうそうそう、これで型紙しちゃおうって、うん、型紙しようかな。それでいいじゃん。そう、あるじゃん、めっちゃいいよこれ、防水だし、それでいいじゃん、めちゃくちゃいいよね、これじゃでも味気ないでしょうよ。味気ない。プロサーさんとんだけど用意した、結局、エプロンの生地ってちょっと厚めの方がいいじゃん。そうだね。だけど、だったら厚めでこういうちょっとこの色がリンガもいいなと思ったから、うん、シャツっぽいね。そう、なかったの、厚みが。だからちょっと薄々なのよ。あ、ちょっと薄いねこれ。そうなの、夏のシャツみたいな。そうなの、薄々なのよ、これ見てもすごい。なんで分かってて買ってきたの。分かってたんだけども、厚めの生地だと地味な色しかなかったの。おうおうおう。改めて店の中で1時間悩んだ。結構悩んだね。で結果これにした。乾きは良さそうだけど、濡れたら下までびしゃびしゃになっちゃう。そうそうそう、これは厚みあるよ。嫌だこの生地。あ、厚みあるね。あれ柄が嫌だ。だってほら見て、ペラペラだもん。いやそうだって分かってて買ってきてるやつ。見て結果さ、あ、でもあるよね、多分行ったお店にはなかったんだね。そうなの、きっと。ああ、20にしちゃうか。20ね。20だったらいいんじゃない。タオル生地はこれにしたんだけど、オーガニックコット。これめっちゃいいじゃん、この、なにこれ。いいでしょ。枕のところにいいね。枕カバーいいじゃん、これ。いや、違うよ。ここ拭くのよ、こうやって。で、これはタオルとして使っていいですかって先生に聞いたら、はい、こっちがタオル生地なんでって。あ、本当だ、こっちが後ろがキルトっていうか、あれなの。ああ、縫い合わせたんだね。そう、だからこっち側でいいわけだ。ああ、いいよね。ああ、いいじゃん。見て、かわいくない。あ、梨？梨のものなの。梨だ、かわいいね。足りない。ちょっと短い問題、また襲われて横流ってくんの、こういうの。だから、買いに行ったんじゃない。買いに行った、なんで買いに行って、好きなやつがもうこれしか欲しくなくて。そうなんだね、好きなのはね。でも、これを見つかってきたから。いや、じゃあ、タイで売ってなかったの。売ってない。あれじゃないの、なんか、タンでこう売ってる。いや、それが良かったよ。これがタンだったら絶対買ってたんだけど。あれだ、見切り品みたいなやつ。
見て見て、あ、もう歯切れしかないですよみたいな感じ。こうやってつなげるの。ほら繋げるんだ。つなげてやんの。つなげようかなと。そしたらもう全然できるかな。予備にもう一個買って、予備にもう一個買って。あ、そうなの。意外に高かった、700円。うわー、じゃあまずそこでつなげる部分からミシンしていった方がいいんじゃない。そうだね、つなげようか。そこから肩上げしないと。このぐらいの大きさだったら、まあ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 いいんじゃない。じゃあ準備しましょうか。準備します、はい、あ、あともう一個いい、はい、これあのね、このテープめっちゃいいなと思ったの。布作るの、あれが大変じゃん。紐ね。紐作るのが大変。これね、1個180円で、この太さ、この分厚さだったら、しまうこと縛れるわけ。うんうんうん。だからこれで、つけたらコントンと思うの。なるほどね。うん、紐作らずに、これで。そう紐にする。3種類あるしね。そう、だから3つ、3人でこれやったら、超すぐいけるじゃん。これ、ずっとなんか、靴下気持ち悪いなと思ったら、泣いてた。あ、やだ。バカとしてたんじゃないの。なんでそこに力入ってて見せた。なんでだろうってずっと思ってたの。でも洗いてない、見ても洗いてないんだよ。足の人差し指の後ろはもうしたらここ空いてた。そんなとこあったんだ。気持ち悪いなと思ってた。では早速、大島さんの布はそれじゃ縫い合わせるところ。はい、ちょっと縫い合わせます。私はちょっとこの腕とかついてるから、それを切り離すのをやっちゃいますね。はい、じゃあ私は靴下の自分の穴開いてるの縫います。じゃあこれムーさんの持ってきたこのやつを借ります。切ります。
ポッケ1個か。あ、そうか、黒沢さんドラえもんみたいにするんですよ。四角だ。下の入れた方がいいかな。こう。こうね。それぐらいかな。でも、これを1個でここを間に仕切りを入れる。ああ、いいね。じゃあもうちょっと広くてもいいの？このぐらいでいい？うん。で、仕切り間に入れる。OK。じゃあ私もそれでいい。で、これをこういうスナップボタンで止めるよ。うん。上を2箇所ぐらい。で、いいよね。これで。やってください。もうそろそろやっちゃうよ。お願いします。もう全部やっちゃうんだから。じゃできないから。できないの？できない。もうそろそろ待って作り。そう、私じゃあこれ紐をつけちゃうかな。いいよ。何色にするみんな？私黄色がいいなと思ったから。黄色いいよ。はい、私は白いこうかな。うんうんうん。これでもいいよね。そろそろこれ青ね。青よね、これでも、うん、いい。ちょっとほら、もうさ、穴がちょうどさ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。穴作んなくてもいいんだ。そう、かかったね。よかったね。すごくいいよ。じゃあこうして、前結びがいい。面白い。前でもいけるね。前でもいける、ほら。いいじゃん、かわいい。あ、いいじゃん。お、前いいじゃん。いいね。いいね。エプロンは、ここが後ろシャツなので、見えますかね。穴開いてるんですよ。だからこの紐を穴通しに使ってこうやって通しちゃおうかなと思って。ちょうどボタンの穴があるから。で、それを逆側も穴を作って紐通しにしたいと思います。なのでちょっとここ切れ込みを入れて、切り込みを入れて紐が通るぐらいのこういう感じで。ここの切ったところをほつれないように糸で縫いました。ここに紐を通していきたいと思います。ガーッといって最後下掛けさ、もう外側の切って反対側にしたら中に出る。おー、袋縫いだ。うん、いいじゃん。いいね、どうしよう。いい、分かってるんだけど。あ、それにしよう、袋縫いだ。私はポケットつけます。犬柄のポケット。え、これどうやってつければいいんだろう。どっちが下なんだろう。こっちが下。何これ逆に言ってよ。あぶねー。あぶねー。ふとふとでどうだ。あれはどうだったの。そういうゲームなかったっけ。言っとってほしい。こんなはずじゃないよ。
した今。見えない。やべえな。そうそうか。あ、すげえ難しいこれ。だから6個つけなきゃいけないって。だから裏表だからね。そうそうそう。1、2、3、4、5、6だから。お別れじゃないかもしれないけど、私と今家庭科クラブ入ってたことあるんだよ。もう気づきにならなかったな。やってたの、うん、小学校の時。そう、料理クラブも入ってた。懐かしい。私もだよ。YouTube 誰の見てる？かまいたち。かまいたちも人気なやつだ。面白い。むさんは？私でもあのひろしさんのソロキャンとか見ちゃうね。不思議でね、面白いんだな。空間もなってみんなで一人で行ったりするの。同じ場所にみんなで行ってるのもすごい楽しそうだなと思って。いい。でもソロキャンなの。面白い。そう、小籔さんのゲームチャンネル、フォートナイト下手くそおじさん。へぇー。クニさんチャンネル登録してる？してるしてるしてる。誰のチャンネル登録してる？ペットとか癒されてるんだろうね。疲れてんだね。いや何のペット？カワウソとかね。へぇー。カワウソもそうね。あとね、リスがめっちゃ懐いてたよ。へぇー。こんなん懐くのっていう。リスもいいね。できました。なりましたね。できたね。すごいすごい。私は作ってもらったんだけど。あ、でもいいね。高さとか大丈夫？なんかみんな。高さいいね。いいよね。うん。あ、いいね。後ろ見せて。あ、いいじゃん、いいじゃん。たっぷりしてていいじゃん。いいじゃん、たっぷりしてる。大島さんも。あ、いいね、いいね。ちゃんと布もここまで来てるし。あ、よかった。ケツ隠れてるね。で、いいね。私もなんか意外と簡単にできたから。あ、いいじゃん。そう、あの、私首が凝っちゃうからさ、ここね。そうだから苦手なのよ。こういろいろ物入れてる時に重くなるから。これいいじゃん、差し色で。そうなの今。いいね。だからもう可愛い。入れつつ家具がちゃんと見えちゃう。すごくいいよ。すごいよ。お気に入りだよ。もうかけるね、ほら。かける、かける。いいね。ここポケットにもなってるしね。ここが取り外しできるんでしょ。そう。パチパチって。これだ。これだ、やりたかったの。これやりたかったの。ああ。できたよ。へえ。こうやってね。簡単につけれるよ。これがだからね、時間ある時にまた替えをさ、うん、塗っとけば1個ぐらいあるといいよね。1日にね、替えで使えるもんね。ここでね。すごい。いいね。ありがとうございます。できました。ありがとうございます。やったー、嬉しい。あ、このエプロンで次料理の時はね、そうしましょう。あ、そうだ、私がワッペン。せーの。あ、顔だ。かわいい。すごい似てる。うまくない？うまいな。え、めっちゃうまいんだけど。かわいい。え、すごい。すごい。うまいね、これ。え、これをこうやって貼ったらよかった。あ、いいじゃん。これさ、でもさ、これもったいない。貼るのもったいないからさ、この上になんか、ペタっていつもつけられる顔面とかをさ、もう使うときにつけるっていうふうにしたら。これかわいいよ。もったいないよ、これ。うまいね、黒沢さん。やるね。相当うまいよ、これ。森？もしかして。はい。うまい、うまい、かわいい。森じゃん、これ。クマを作ったね。森さんちの森じゃない。かわいい。違う。違うんだ。かわいい。水に弱いんでしょ？水に弱い。もう貼ったら終わりでしょ、だから。終わり終わり。終わっちゃうよ。バッチにすればいいんじゃない、これ。あ、そうだね。バッチにして。うん。というか、このさ、紐のところにさ、チェーンみたいにして。かわいいね、これ。すごいかわいい。いや、だから、持っとこう、これは。これもこれと、いいじゃん。かわいいね。でも洗っちゃいけないんだから。洗えないんだよ。なんだよ、それ。洗えるやつが良かったな。ありがとう、でも。ありがとう。いいね。じゃあ、これは、これも管理だね。これも管理。はい、ここ。かわいいね。面白いね。すごい。うまい、うまい。ちょっと早く使いたいね。使いたいね。次の料理の時は、じゃあこれで。はい、次回はこれで料理をしたいと思います。はい。できたー。以上、森さんちでしたー。